はい、夏ぽよと申します。よろしくしくね。今日もね、衝撃発言をしていくわということで、私は未だにコロナワクチンっていうのを打っていませんと。で、その理由としては単純明快でだるい。ほんとそれだけ。例えば学校の宿題がめんどくさいからしないぐらいの勢いで、もうそれでぐらいしかないのね。うん、学校の宿題なんてやんなくても自分の人生に影響ないでしょっていうぐらいで、私にとってコロナっていうのも自分の人生に影響ないでしょっていう考え。でもこういうことを言うと、いやお前の問題じゃないよと、家族とか会社の人間、友達、そこに対して迷惑かかるよっても言われんのよね。お前がワクチン打ってなくて、お前がコロナにかかって周りの人間に移して死者が出たらどうすると。うん、それは中国に言ってくれ、コロナに言ってくれというのが私の考え方なのね。まあ非常に冷めてるって言えば冷めてるんだけども、そういうことなのね。うん、別に私がコロナっていうのを作ってね、ばらまいてるわけじゃなくて、まあ、中国がそういうものをね作っちゃって世界にばらまいてっていう話でさ、私も被害者なのよ。じゃあ被害者ならいいけど、お前がワクチン打ったことによって周りの人に移さないっていうことができるじゃんって言うけど、ワクチン打ってマスクして、で喋るときとかはなんかボードみたいなのが前に置かれて飛沫が飛ばないようにしてってみんなやってるけど、感染してんじゃん実際ね。感染してんじゃん。でこういうこと言うと今度ね、いやでもワクチン打ってマスクしてるからこれぐらいの感染で済んでいるんだと今度言われんのね。うん、まあそれはそうなのかもしれないけども、でも感染するんであれば、うん、なんかワクチンの意味なくないっていうのも思っちゃうし、で逆に私がワクチン打たなくても周りの人が打ったら周りの人はね大丈夫でしょうと、私がね勝手にかかって勝手に苦しむだけの話でさ、私がコロナなりました、じゃあ打つそうってなった時に周りの人はねマスクしてる、ワクチン打ってる、うつらないじゃん、でもうつる、じゃあ意味ないじゃん。まあ結局うつってもそのなんだろう、すごく重病にはならないよっていうのがワクチンでしょ。だから自分を守りたいんであればワクチンを打てよっていう話じゃん。うん、うつるのはうつると、重症か軽症かの話でしょ。で別にね、私はじゃあうつって私コロナになって重症になってもそれは私の責任だから、別にねそれはもうしょうがないよねって私受け止めてるし、でうちのばあちゃんもねもう3回目の接種を受けたんだけども、接種は受けたんだけど全然マスクとかしてないからね。よくわからないのよね私もね。なんか見せかけだけ、表面上やれって言われたからやってる、でもなんかマスクはかけませんみたいな、マスクはかけるけどワクチン打ちますとか、なんかねいまいち本末転倒というか、うん、興味がないのよね。あとそんなに脅威とも思ってないし、でウイルスで死ぬのは自然の摂理だし、ごめんね本当に、戦争と違って人と人とか殺し合うみたいなのは良くないと思うけど、ウイルスが人を殺すっていうのは止められないってと思っちゃうよね。うん、死ぬときは死ぬしな。うん、まあだからね私は打ってないのね。うん、いや別に打てよっても言われるんだけど、なんかね茶番っていうか、私は昔からその天の弱でなんかやれって言われるとやりたくないし、うん、まあウイルスでね、まあ、感染するとゾンビになるみたいなだったらもしかしたらするかもしれないけど、コロナってあんまり怖くないし、でこれはちょっとねなんだろう、へりくつだけど、
私ね、40年間生きてきてインフルエンザにもかかったことないのよ。なんかね、そんなもんだと思うわよっていう話ね。じゃあね。